これね、1エリアね、粘ってると10分かかっちゃうんですよね。はい。なので、1枠で3ステージがギリなんですよ。ああ、そうか。ソフトミュージアム。はい。何がソフトなのかな？ん？絶妙に興味惹かれないタイトルだよね、うん、地面が柔らかいです、ここ。あれ？あ、こっちだ。柔らかい地面。柔らかい。柔らかい。よっこしょ。トランポリンがあります。お、柔らかいんで。それもうまく使って。うん。あんまりうまくできてませんね。いまいちです。まあまあまあ、何周もできますから。これは相当やり込み要素があるんだな。ありますね。ピョン。いやー、うまくね、シクショえ俺はもうちょっとうまくできるはずなんだ。ちょっと孤独のグルメ的に行ってみましたけど。ナイトピアンが被ってしまった。何をしてたんだ。ちなみにナイトピアン同士が被ってぶつかるとですね、ええ、新しいナイトピアンが誕生することがあるらしく。すごい。そうすると、BGM が変わったりするらしい。はい。説明伝わるんだろうか。俺も自分で言ってて自信がないんだ。うわ、いかねえ。思った方向にいかんのですわ、これが。本当はあのトランポリンでまっすぐにまっすぐ行ってコインを全部取る、ええ、真上にまずいかんのですわ、うん、勢いがついてるよね、うん、だから難しいよ。よいしょ。あ、ダメだ。あ微妙にリンクがつながってますけどね、うん、じゃあ今さらウィキペディアを最初から読んでみますか。はい。ナイツ、正式名称ナイツ・イントゥ・ドリームスとは、とは1996年7月5日ソニックチームの制作でセガより発売されたセガサターン用ゲームソフト。同社の看板作品ソニックシリーズと並ぶ人気を誇る。独特でファンタスティックな夢の世界を心地よいメロディーの中で縦横無尽に飛び回り、悪夢の支配から自分たちの夢の世界を守る物語。作品の音楽や登場キャラクターは後に発売されるソニックアドベンチャーやファンタシースターオンラインなどでもたびたび使用される。ということで、アクションゲームのジャンルでございます。基本一人用ですね。一人用ですね。うん。で、当時セガサターンで発売された時にマルチコントローラー同梱版で7800円、うん、ということでした。オフ。プレイステーション2版は4800円ということで後日出てますね。まあこれコントローラーついてないですからね。世界観と設定。進まないよ。楽しい夢の世界ナイトピアを消滅させ、夢の世界を悪夢の世界ナイトメアにしようとするワイズマンが突如として生まれ、彼によって人々の夢は悪夢によって支配されつつあった。ワイズマンは自分の片腕としてファーストクラスのナイトメアンであるナイツとリアラを作り出すが、ナイツはその自由奔放な性格と彼を心よく思わないリアラの悪巧みによって夢の狭間イデアパレスに監禁されてしまう。ナイツはイデアがあればイデアパレスからごく短い時間解放されるため、勇気のイデアを持つクラリスもしくはエリオットと同化し、ナイトメアンから奪われたイデアを奪い返してナイトピアを平和な世界にしようと持ちかけるのだが、しかし、ビヨンビヨンって言ってますけどね。なるほど。じゃあナイツがさっきのクラリスとかを夢の中でスカウトして、うん、ちょっと低下してくれと。
で、ナイトピアを平和な夢の世界しようと、うん、いうことでございます。キャラクター、主要人物、ナイツ。主人公であるナイツは本来悪夢の世界の住人であり、ナイトメアンの本来のクレイジーな面も持っているが、その自由奔放な性格から生みの親であるワイズマンに反抗したためにイデアパレスに監禁されてしまう。彼は空を自由に飛行する能力のほか、体の形を巧みに変え、水の中では魚の形に、氷の上ではソリの形になるなど、様々な姿に変形することができるが、ほうほう、それ以上にナイツはナイトメアンの中でも2人しか存在しないファーストクラスのナイトメアンであるため、ビジター（夢を見る人々）と同化するという最大の能力を持っている。しかしイデアパレスに幽閉されている現在は、イデアがなくては外に出ることは叶わず、出られてもごく短い時間だけである。なお、ナイツを含め夢の中の住人たちが話す言葉は全てビジターが無意識に作り出した夢語で、デュアライズが解除される瞬間にナイツが叫ぶアディーマ、アバヨなど、実際に存在する言語に近いが実在はしない。ほうほう、アディーマ、アディーレ、アディーレ、法律事務所、アバヨ、鏡のステージですね。ほうほうほう、鏡に映ってるナイツが輪をくぐると点数が入ります。え、テクイ面白いでしょ。すごいすごい処理してます、ええ、どうやってんだ、わかりませんできそうだけど、なんかすごい面倒くさそうというか、うん、すごいな、うん、そんな感じの世界観でございます。つまりナイトピアンっていうのは夢の世界ナイトピアの住人たちであるということで、その辺を飛んでるんですけど、ただ敵でも味方でもないということでございますね。で、勝手に人工生命のなんかプログラムに従って自由気ままに動いている、はい、ほうほう、あ、死んだ。ちなみにこのナイトピアンがファンタシースターオンラインとかでなんか出てくるんですね、うん、ナイトピアンとかチャオ、ソニックアドベンチャーシリーズでチャオっていう形になって導入されてるんですね。なんかこの頃はまだいろいろな新しいゲームのジャンルとか、なんか新しい仕組みとかがまだ開発されてたよね、この頃はね。まあね。うん。だいたい今はもう、だいたいもう、ジャンルとかは、できった感じありますけど。おぉ、中ボスですね。あ、どこ行った？ああ！よしよしよし。これね、ハマると超弱いです。はい。こいつはどうやって倒す？あ、やべ、あおあお、はまらないとね、最悪ゲームオーバーです。そんなに？危ない危ない危ない、危ない、危ない、あーあやばい、やばい、はまった。いやー、やばい、これはやばい、マジで。ダッシュゲージがなくなってしまってですねやばい、これはやばい、ああ、これダメかもしれんね、あかん、いやー、助けてやばい、これはダメですね。いやー、もうちょいだったのにな、今まで倒したかもしれん、あ、本当に
ナイトオーバー、ナイトオーバーしてしまいましたね。ダメだね。うーん、難しいですね。あいつね、ダメなんだわ。そうなの。ゲームオーバーならぬね、ナイトオーバーでございますね。どうしよっかな。どうしよっかな、これどう思います？もう一回やったらボス変わることもあるんですか？そうですね、どうしよっかな。中途半端ですけど、すで、うん、にクリアしたデータがこちらにございます。準備がいいということでね、エリオットの方やろうと思いますけど。それにしても2枠目も微妙だな。いやいや、ゲームがね、なかなか難しいですからね。あいつがね、ハマるとダメなんだ。うん。本当は全部ね、一発で A クリアをしてやりたかったんですけどね。うん、はいはい。かえってまた十数分かかっちゃうんで。はいはい。噴水に乗って別エリアに行くあたりがカトちゃんケンちゃんを思い出しますか。俺だけ。すごいところと結びついちゃった。いや、わしの全盛期はこうじゃなかったわい。いやいや、もう18年前のゲームですからね。もうあれですよ、70歳のおじいさんが35歳の時にやってたゲームをやってると同じぐらいです。それちょっと分かんないな。年齢の2倍的な意味で。それちょっと分かんないな。それだけリンクがつながってますね。はいはい。よいしょ。おー、つながりますね。本当はこれをね、毎週やりたいんですけどね。なるほど。そうはいきません。ギリギリつながるかつながんないかぐらいの配置がしてあってですね、つながりましたね。危ない危ない危ない、ちょダメだ。あと10秒しかない。はいはい。安全第一です。あんまりね、頑張んなくても A 評価出るんですよ。うんうんうん。2、3周ぐらいすればいいんですかね。うん、まあステージによって、あの、うん、ステージは一周の長さ違うんでね、はいはい、一概に言えないんですけど。なるほど。あ、2周前ちょっと、まあしかし今やっても全然遊べますよね。うん、グラフィック的にもね、なんか別にそんなに、いや全然いいですよ。全然いけますよ、このぐらいあればいいですよ。はい。まあファミコンとかはまた違ったね、あれですけどね、ファミコンはファミコンでいいし、スーファミはスーファミでいいし、3D でこういうゲームだったらこのぐらいあればちょうどいいというか、そう、ニコ生だとちょっとね、モザイクがちょっとね、自然のモザイクがねかかっちゃってますからね。天然のモザイク。はい。ちょっとナイツさん実はね、あの、あらぬところをね、はい、出して走って、ね、飛んでますからね。変質者かな。江頭かな。江頭さんかな。ニコ生にはモザイクの良さが。ニコ生だけなんだからね。
何のサービスだ大サービスあー失敗あーわーわーわーおわーわーなんかいろいろ本当はこうしたかった。なるほど。縦視点お花時計になってます。これ今の時刻を表します。あ、そうなの。ええ、9時何分でしょう今。すごい合ってるんだ。うん、まあ正確に言うとサターンの内蔵っていうか、はい、あの時計の設定ですけどね。なるほど。いう細かい誰も気づかないミキミキいっぱいいるあたりがセガ気づいたところで別にっていうセガ大好き。そのギミックとかはまとまってるんですか。ああるかも。ああ攻略サイトがあったりなかったり。攻略サイトがね1個だけよくできてるところあります、はい、あ裏技とかも載ってる。裏技って何でしたっけ。ほんとね、あこれセガサターン版じゃないかもしれないですけど、うん、それ Wii 版かもしれないね。 Wii かな。リアラが使える。Wii 版かもしれないね。Wii 版かな。一旦エンディングを見た後に本体の日付を4月1日に変える。ほう。そうするとリアラっていうまあ 2P のキャラが使える。ほう。セガサタン版はトロフィーってありますか。ないです。あ、ない。あ、じゃあこれ Wii 版だ。はい。あ、プレステ3版か。この、まあまあ、急に奥行きシューティングっぽい画面。外した。ポン。シートベルトをお締めください。青はエンコードに優しい。あ、なんか結構ちょっと良くなってる。ちょっとね、うん、はい、背景が奥行きスクロールはエンコードに良さそうだね、はい、あーダメだ。あのスイッチを押すとねブルーチップが出たりするんですよね。ほうほう。背景のね、緑というか木々うん、の緑が あったりあと岩山があったりすると、うん、結構テクスチャが細かいので、うん、モザイクがかかっちゃいます。海の中だと比較的青いとこはのっぺりしてるんで、うん、まだいい。ポンポンポン。よし2連勝時間内で入っちゃいますね、はい、どっちかというとニコ生の枠が足りないので。あ、本当だ。足りないっていうかもう中途半端だなこれ、うんうん、すでに。あー、またこいつかよ。時間かんでね。ああ。縮めようがない。はい。安全だけど。うん。こう、ループで。なるべく円弧に優しい動きしようかな。うん。どういう動かない。ピシャッ。LR 同時押すと止まりますから。なるほど。ピタッ。円弧に優しい。ふぅ。優しい。これ優しいね。ちょっと良くなります。っていうか、ちょっと見えます。ピタッ。ふぃー。ピタッ。すげえ、円弧に優しいな。うん。終了。あからさまに変わります。新しいね。円弧に優しいプレイ。うんよくあの裏技は使わないとか、はい、そういう縛りプレイありますけどね激しい動きをしないとか敵をなるべく出さないとかねじっとしてなきゃいけないからアクションゲーム進まない。アクションゲームはしんどい。
あと9分しかないんですけど、どうしたらいいのか。いけますかね。ぶっ飛ばしていきますか。次のステージ。ぶっ飛ばさないとダメだ。じゃあもうスコアギリギリで。うん。あとラスボスに、中ボスにもよりますね。ですね。それ次第ですね。フローズンベル。なんかアクトレイザーにも似た面がありましたけど。ありましたね。寒いよ。大体冬の面はあるんですね。後半の方でね。南国の面とね。はいはい。大体後半だよね。そうだよね。敵がちょっと強くて。そうそうそう。いきなり冬の面からって思うね。ちょっと聞いたことないね。うん。コピラスぐらいかな。そうそうそうなの。いや違う。違う。エンコダメだな。よいしょ、高校の時にあの倫理の授業でイデアとか、はいはい、アガペとか出てきて、はいはい、結構使いましたよね。そうでした。そうでした。何使ったんですか。歌の歌詞とか。正しくない活用の方法でしたね、はい。そうそう、プラトン。ここもね、永続ループ可能なんですよね、うん、全然うまくいきませんね。難しいですね。恥ずかしながら。普通もうちょっとできますよ、うん、ナイツやろうっていう人は。あ、繋がりましたね。これ上手い人の動画とか上がったりするんですか。これがまた意外とないんですな。あ、そうなんだ。そもそもね、期待ほど売れなかったんですよ、ナイツが。え、そうなの。本当はもっと売れてほしかったんだけど。あれ、ソニックチームだからな。また海外で受けちゃったりもしてね。ああ。繋がってますね。ほうほうほう。ああ、ウィキペディアにはあんまり情報がないけど、うん、何万本ぐらい売れたんですかね。10万本とか20万本ぐらいですかね。マリオ64と被った。ああ、それはしんどい。あ、そうなの。そうか、時期的にあの子。うん。セガサターンと64って時期かぶってたんでしたっけ。そんなもんじゃないですか。そうか、プレイステーション1とセガサターンと64か。そっかそっか、ゲームキューブはその前だもんね。 3D ゲーム全盛期でしたね、あの頃は。私のような古い人間は 3D ゲームとはあまり掴んでの。そう。ありそう。でもなんかもともと 2D だったゲームをさ、うん、無理やり 3D に移植しちゃったゲームとかさ、ありますね。ね、結構どうなのって思うんだけど、よくできてるやつはね、いいんですけどね。うん、なんかただ単純に 3D してしまいした。しちゃいましたっていうのはよろしくないなと。早め早め、はい、バーチャルボーイありましたね。バーチャルボーイちょっと別格ですね。いろんな意味で別格です。あら、時代先取りしすぎましたか。先取ってもいない。なんと言っていいのやら。なんか別な方向行っちゃったね。そうだね、うん、3DO も同じ時期だったんですか。あ、 3DO、 3DO もなんか好経験あったよね。 3DO リアルだっけ。そうそうそう、はいはい、なるほど。 3DO リアルが1994年か。セガサターンも1994年だ。ほう。
かに 3D 全盛時代。うん。左に。3DO のゲームタイトル一覧、全211タイトル。そんなだったんだ。で、出てたんですね。そんなにそんなにそれしかどっちまあ、ハード買った側としてはたまんないですよね。200本で終わられたら。そうだよね。何万とするわけでしょう。そうですよ。なぜかここで、流樹的な。おう、ああ、なんか、ソリになれるって書いてありましたもんね。なれます。はいはい、魚にもさっきなってましたね。はいはい。セガサターンは何本ぐらいでしたかね。今、情報を調べてるけど、出てこない。あ、3DO が世界初の 64bit マシンだったんですか？そうだよね、セガサターンは 32bit でしたよね。うん。なるほど。あら。あれ、イデアキャプチャーどこだっけ、これ。大丈夫ですか、これ。ん？あ、やっぱ、よし。あ、よし。イデアキャプチャーを見失うと永久にクリアできませんからね。そうですよね。ええ。タスがまずない。ああ。サターンだし。できない。できないのかな。でもあ、いやないか。あと2分しかない。はい。ボスを早く倒さなきゃいけない。さあ誰かなボスは。早く倒せるやつだといい。ドキドキ。ああ。またこいつか。あれ？連続で出ることある。出ますです。完全ランダム。そっか。エンコに優しいからいつものって呼ばれてます今日だけで3回目でしょだってすごいね。お、セガサターンのゲームタイトル一覧あった。全1057タイトルあるね。あります。まあ1000本ぐらいはありますよね、うん、一つのハードで。ちなみに LR で急ブレーキですけども、うん、飛んでるときにこう方向キーと L とか R でこういろんなアクションを繰り出してくれるわけですね。はいはい、夢のような、夢で空を飛んでいるかのような、うん、ね、いいですね。 A 判定出ました、はい、これで東大も受かるぞ